はい、おはようございます。モテバナッキーナオトです。はい、今日もボーカル一口レッスン。一口レッスンってこともないね。ミニミニレッスン、やっていきたいと思います。いい声で歌いましょう。はい、いい声で歌うには、まず中間音域をね、しっかり発声する。例えばこの辺のね、男性だと結構中間よりちょっと高いかもしれない。ファの音。この時に、大事なのが、あーって今みたいな声を使わずに、今の声っていうのは声帯の前をしっかりとね、大きな声で歌おうと思うと、今みたいにちょっと割れた感じの声になります。あーではなくて、ベロで上顎の軟口蓋のところをたどってくださいね。軟口蓋の入り口だから角度的にはこんな感じになります。そこに息の感じを当てる、腹式呼吸で息を当てる。練習方法としては、お口を閉じていただいてハミング。眉間に響きを持ってきます。じゃないよ。こっちの声ね。全然違うの分かるかな。この声です。基本的な声の出し方はね。これで、歌うと、いい感じでね、カラオケとかも、うまいねって言っていただけると思います。練習方法はここに響きを持ってくるために、この声ね、この声です。はい、であとね、もう一点あります。ボーカルって実は口をね、この前ありました、前回、前々回ぐらいかな、口をこうやって開けちゃいけないのね。何を言いたいかって言ったら、基本的にはここ固定で、こっから上を開ける感じ、イメージね。こっから上を開ける。だからあではなくって、こんなイメージです。こうやって歌います。そうすると響きが良くなります。やってみるね。例えば口を落とす歌い方は基本的にはしないです。歌の場合はね、これはなんです、あー、こういう音になります。あー、口を落とす音になります。あーじゃなくて、あー、音色が全然違うの分かるかな。このスマホの音源でもかなり違いが分かると思います。もう一回、同じどの音だよ、同じどの音でも口を動かしてしまうと、あーってこういう音なのね。あー、こっから上を上げるようなイメージで、ここに響きを持ってくる感じで、あー。練習方法はさっきと同じ、お口を閉じて、ここにね、そう、お口を閉じて、ってみんな言ってごらん。そうするとね、って音は出てるよね。音が出てるってことは必ず空気が出てるってことなんだけど、空気ってどっから出てると思う？息って、息、そう、お鼻から出てんのよ。ってお口閉じてるからね。ってことは、必ずこの今、そう、メガネが乗ってるあたりをちょっと刺激して、発生していくわけ、いくわけなんですね。そこをうまく利用するようなイメージです。角度は軟口蓋の入り口のあたり、この辺ですよね、に響かせるイメージです。ぜひね、これでいい声作ってみてください。そう、お口を閉じて、軟口蓋、軟口蓋ってね、上顎のとこでベロでぐーっと奥の方にたどってみてください。そうするとかなり奥の方なんですけど、柔らかくなるところがあります。そこの入り口のとこです。そこの入り口のところに、先の方に当てる感じで、中間脇の出し方ですね。だいたいファとかもそうです。この出し方やね。これが基本の中間音域の発声の仕方で、曲っていうのはね、やっぱり中間音域を抑えるとかなり良くなるんでね、中間音域をちょっと練習するといいです。で、口を落とさない、やらない、こっから上を上げていくイメージです。はい、まあ、できるようになるまで何回も練習してみてください。はい、そしたらね、今日はこの辺にしましょう。また明日お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。